山藤光造は、日本の競輪選手。秋田県出身で、日本競輪選手会茨城支部に在籍していた。秋田県立六号高等学校時代の1962年、大津美和子競輪場で開催された、インターハイ 1km タイムトライアルで優勝。その後法政大学へと進み、1964年、東京オリンピックの日本代表選手となり、 4000メートル個人追い抜きに出場し13位。また団体追い抜きにも出場した。放題卒業後、日本競輪学校第25期生として入学。同期には荒川秀之助、谷津田陽一らがいる。1971年の新人王戦を優勝。その後も1981年頃まで特別競輪に出場していた。 1984年5月8日、取出市の自宅で、妻子3人と共に、ガス自殺を図り、自身を含め全員死亡。当時の一般死闘の報道によると、多額の借金を苦にした、一家親中であるとみられている。山藤構造プロフィール。 オリンピックスアットスポーツレファレンス .com アーカイブド2020年4月17日アットザ・ウェイバックマシン日本自転車振興会工事の選手登録削除日自殺データベース賞は50年代の自殺ありがとうございます